思うように練習できなかったり、まあ、試合がなくなったりっていう部分ではすごく悔しかったり、モチベーションを維持するっていうことが難しかったりすることもあると思うんですけど、これからずっとね、このコロナとは付き合っていかないといけないと思いますので、とにかくこう前向きに気持ちを持って頑張ってほしいなと思います。